それではあのフェーズメーションのね、あの視聴会、2回目を開始しようと思います。フェーズメーション開発部長の斉藤さんに来ていただいてますので、機械の説明と前半のですね、比較視聴の進行をお願いしようと思います。斉藤さん、よろしくお願いします。本当にあのお暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。まあ、あのフェーズメーション、最初フェーズテックという名前だったんですけども、立ち上がったのが2002年ですね。ですからちょうど16年目ぐらいになります。オーディオブランドとしては16年といってもまだまだね、新参者という感じなんですけども、会社そのものはだいたい1970年頃に立ち上がりまして、うちの社長、当時の社長、立ち上げた社長、今会長ですけども、もともとオーディオの趣味もありましてね、で、機会があればオーディオにも関わりたいという思いはあったんですけども、とりあえず最初に会長が知り合ったのがもう30年40年以前ですけども、昔光悦というカートリッジがありました。その光悦の菅野さんと仲良くなりまして、私も一度お会いしたことあるんですけども、お話しする中でいろいろと光悦の菅野さんという方はいい方で、カートリッジ作りのノウハウとかいろいろ教えてもらったんですね。でその時に当社はその当時は、2本の柱がありまして、一つは計測器事業部、これはいろんな大手工場の生産ラインの検査装置を作ってたんですね。でもう一つがカーオーディオの開発のお手伝いという2本があったんですけども、その検査装置の方で、扱ってる部品が、当時ですとテープヘッド、磁気ヘッドですね、それとかフロッピーディスク、ハードディスクのヘッドといったところで検査装置のジグ工具としてトランスを巻くということが必要になった関係で、いろんなトランスを作ってたんですね。オーディオ用ではないんですけど、で、そういう背景からその光悦の菅野さんから相談を受けまして、昭和トランスを作ってほしいというような相談を受けまして、オーディオに初めて手を染めたのがその昭和トランスですね。光悦という名前の入った昭和トランス、当時売ってたんですけども、その中身のトランスの方は当社で OEM してたと。これがオーディオの方に関わったきっかけになりますかね。その後、それだけではなくて、懇意にしているビクターの開発の関係の方と、お話があって、今度はデジタルの方ですけども、K2 プロセッサーというのが、ビクターさんであったんですけど、この K2 プロセッサーの開発のお手伝いを、設計はビクターさんのエンジニアの方で、実際のそれを商品として回路に完成させていくのを当社の方でお手伝いして、今でも使われてるんですけども、ビクターの青山スタジオですとか、あるいはビクターの系列のスタジオの ADDA コンバーターですね、 K2 プロセッサーを搭載した AD コンバーター、 DA コンバーターは共同電子製というものが今でも使われております。そんなこんなで、なかなかそのオーディオとはつかず離れずで、本業の方に一生懸命やってきたんですけども、やっぱりその何て言いますか、オーディオ好きの虫というか、その辺がうごめきまして、2002年に、なかなか市販の商品だけでは自分の思うような再生音が得られないということで、ブランドを立ち上げたんですけども、その時に立ち上げたのがカートリッジですね。2002年ですから、世の中には大体1980年代半ばぐらいで LP レコードというのはほぼ作られなくなりまして、もう CD に取って代わられた。ですから2002年と言いますと、世の中で CD 一辺とほぼ一辺倒で、 LP レコードっていうのはなんかどっかのよそ隅っこの方で細々とやってるっていう状態だったんですけど、ただそうは言っても皆さん方のご家庭には膨大な量のレコードが当然眠ってますよね。でその辺のレコードの音を果たして今までのカートリッジは本当にきちっと再生したんだろうかというようなところからスタートしまして、
改めてアナログをもう一遍見直してみようということでカートリッジからスタートしました。まあ、その時にはですね、同時に、ビクターさんの方からラボラトリーシリーズ等の設計をされてた担当の方に来ていただいて、まあそれ以外のカートリッジ以外の、イコライザーですとかその他の機器の設計にも、まあ、携わっていただいてスタートしたというのが、まあ、フェーズテック、フェーズメーションのスタートということになります。で、その歴史の中で、昨年末に出した一番新しいのが、そこにありますそのプレイヤーの下の T の2000番というトランスですね。異様にでかくて重たくて、これでしかもなおお値段が下の下にある EA1000 番という当社のフラグシップモデルと同じという、最初に評論家の先生方に持ってもらった時には何を考えてんだと思うと言われたんですけども、我々としてはそれなりの自信を持って出した商品ですので、その辺の音をですね今日はじっくりと楽しんでいただきたいと思います。話ばっかり長くなってもいけませんので、まずはですねごくごく最近のレコード CD にから聞いていただこうかと思うんですけども、このダイアナ・クラールのウォールフラワーですね、これをまず CD で聞いていただいて、でその後 LP でですね、当社 の去年まで使ってこれが最高だというふうにお勧めしていた EA の1000番ですね、これは真空管を増幅素子にした、トランスを内蔵したフォノイコライザーになります。でこれの内蔵のトランスでまず聞いていただいて、でその後 T の2000番にトランスを変えて、その出力を EA1000 の MM モードで聞いていただくと、この3通りで聞いていただきながら、まあ、当社の音作りその辺のところをですね少しずつ、まあ、ご理解をしていっていただきたいかなと思います。それじゃあまずは CD の方でいきましょうか。 All the leaves are brown and the sky is gray I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA.Such a winter's day. Stopped into a church, I passed a long way. Got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay.でこれからはまず EA の1000番ですね、これの内蔵のトランスを使って聴いていただきます。 All the leaves are brown And the sky is gray I've been for a walkOn a winter's day, I'd be safe and warm
stopped into a church. I passed a long way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay.線内臓のトランスで聞いていただきました。まあ、去年の秋までは当社としてはこれがアナログを聞く最高の音ですよというふうにまあお話をさせていただいてたんですけども、去年の暮れからは手のひらを返したように T の2000を使った音を組み合わせた時が最高ですというふうにまあお話をさせていただいてるんですね。じゃあ聞いてみてください。All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm.すみません、改めて、はい、じゃあ、あ、ちょっとレベルがちょっと違いすぎた。All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day.I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming in such a winter's day. Stopped into a church. I passed a long way. Got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay.Such a winter's day.
て聴いていただきました。まあ、多分ね、その細かい表情ですとか、そのビブラートのかかり具合とか、その辺のところがよく聞こえるようになったんじゃないかと思うんですね。やっぱりあえてトランスを外に出してあんな大きなケースに入れてっていうのは、カートリッジの扱う出力レベルってのは非常に小さいですから、そのマイクロボルトにも満たないその微小レベルのリニアリティをどこまで確保できるかというところへの、まあ一つの挑戦ということが言えるかなと思います。このトランスを作ったのが、そもそもがですね、スタートはEA1000 番というフォノイクライザーを作った時に、バランス入力ですね、カートリッジのバランス伝送というお話をさせていただいて、その良さを、まあ、知っていただきたいということで、そのバランス入力のコネクタをつけました。で、EA1000 番だけではやっぱりなかなかそのバランス伝送の良さを聞いていただける方が増えないので、別に T500 番というトランスを作りまして、これにバランス入力をつけて、まあ、その良さをですね、できるだけたくさんの人に聞いていただこうということで、おかげさまで結構好評いただきまして、いろんな視聴会で、あ、バランス伝送っていうのはいいんですねという評価をいただいたんですけども、その T500 番を買った方からですね、何人かの方から、まあ、当社の場合昔 T1 というフラグシップモデル、当時20万でしたっけね、価格のトランスを出してたんですけども、それが生産終了してもうだいぶ経ちます。で、改めてそのバランス入力を持ったフラッグシップモデルになるような、今までにないようなトランスを作る気はないんですかと、まあ、半分挑戦するようなですね、言い方をされてですね、まあ、そう言われるとやっぱり、じゃあ作ってみようかということになりまして、まあ、数年前から少しずつ始めたんですけども、まあやるべきことはまずはそのまずトランスを材料から一から見直すということで、巻いてる線材ですね、これを高次運動線から PC CCC の線をオーダーして作ってもらう。さらにトランスにはコアというのが必要になるんですけども、そのコアも従来はパーマロイというのを使ってたんですけども、それのさらに透視率の高い、それの親戚になるようなスーパーマロイという材料があるんですけども、これを、まあ、当社で型を起こして新しく、市販ではコンマ2ミリしかないところをコンマ1ミリの材料にまで当社は、まあ、仕上げてもらって使って、でそうやって作ったトランスということになるんですけども、ただそれでじゃあトランスの材料を変えればそれでおしまいかというと、なかなかそう簡単には終わらせてくれなくてですね、それを従来のケースに入れるとどうも窮屈なことがする。でそれまではそれでもそんなに感じなかったんですけども、トランスの材料とかいろんなものを良くしていくと、逆に今度はケースに入れたことで窮屈になるというのが分かったんですね。そうなるとじゃあどこまで大きくしたらいいんだろうということでやっていくと、見ていただくようなサイズに最終的には行き着いたと。サイズの中に、ちょうど真ん中あたりに中空にトランスが浮いているような構造で、セッティングされています。トランス単品としても一般的な他のメーカーさんのトランスと比べると当社のトランスというのは大きいんですけど、それでもあんなに大きなケースに本来は普通だったら考えないんですけども、ただ音質を追求していくとやっぱりトランスの周りに金属材料があるというのがですね、どうも音を少しこう歪ませる要因になっているということで、まあそこまで大きくしたんですけど、でそこまでいったらじゃあこれでおしまいかというと、さらにですね、トランスにそのトランスというのはもともと音声信号だけじゃありません。いろんな用途に使われるんですけども、音声信号のローレベルのリニアリティまで確保できるようなトランスを作ろうとしたときに、そういう動きを助けてあげるようなトランスの環境っていうんですか、トランスにがそういうふうに動きやすい環境を周りに設定してあげることで、さらにトランスが音が良くなるということにまで気がついたんですね。それを、ですから
外側の大きなケースと真ん中の小さなトランス、その中間に磁性材料非磁性材料を組み合わせた、トランスがよりトランスとし音声信号を増幅するトランスとして働きやすい環境を整えてあげたというところで出来上がったのがこの T2000 になります。またもう一度少し CD から聞いていただきながらそのトランスの違いもまた聞いていただこうと思うんですけど、今度は、モノラルのレコードですね。録音としては非常に古いんですけども、ヨゼフ・シゲティのバッハの、無伴奏ソナタの1番、これを聞いていただきながらですね、その良さを聞いていただきたいと思うんですけど、今度はソロ楽器になりますから、その楽器の表情ですね、その細かいテクニック、ビブラートのかかり方とか、そのどこまでその細かい表情が聞こえるかというところで聞いていただきたいと思うんですけど、まずは CD で聞いていただいて ESN の内蔵トランスと T2000 というふうに言ってみたいと思います。このですね、今から聴いていただくヨゼフ・シゲティのですね、バッハ無伴奏バイオリン、ソナタ第1番、まあ、これはですね、ガルネリ・デルゼスというね、バイオリンを使って、でヨゼフ・シゲティのですね、晩年の演奏になりますね。でシゲティは最初こう割と美しい音を出すバイオリニストだったんですけども、まあ、この演奏に関しては非常に枯れた音を出してます。でこの演奏の中でやっぱり私が聴いていて、シゲティすごいなと思うのは、複数の弦から同時に音を出した時にですね、こう音程が全然狂わずにスパッとこう刀でですね、竹を切るようにスパッと音が出てくるんですけど、まあ、この辺りがですね、システムを変えることによって、その表現力、まあ、アタック一瞬の音の変化、それがどのように反映されるかということも含めて聞いていただければと思います。ではまず CD から聞いていこうと思います。それではね、次は EA 線内蔵トランスのでレコード聞いていこうと思います。これまあモノラルレコードですけども、PP2000 ステレオのカートリッジなんですけどね、まあモノラルのレコードステレオのカートリッジで聞いていくということになります。
それではね、T2000 トランスを介して聞いていこうと思います。まあ、あの EA1000 のトランスもですね、あの当社としてはそれなりに力をしっかり入れて作ったトランスで、まあ、我々 の, あのトランスを作り始めてもう何十年にもなる経験の中でしっかりしたトランスを作ったつもりだったんですけども、まあ、結果的には T の2000とはやっぱり相当なあの違うものがいいものができたのかなと。まあ、我々もねあのここまでアナログって情報量が豊富だったのかというのは、まあ、改めてびっくりしてます。もっともっと本当は取り出せるのかなという思いも、まあ、今もあるところではあるんですけどね。それではね、カートリッジはあの同じ MC カートリッジなんですけれども、モノラルのものにね変えて同じレコードを聴いていこうと思います。承知かと思いますけど、あのステレオというのは、V 型の V 字型の溝のそれぞれの壁に、左右の壁に左右の信号を彫り込んでるんですね。したがって、カートリッジとしては、右左下45度の方向に動く動きをピックアップしてる。それに対してモノラルというのは左右に横方向の動きですので、カートリッジ の, あの出力を取り出すベクトル、得意な方向が違うんですね。その辺の違いの差が、カートリッジによってどういうふうに出てくるかということになるんですけども、じゃあ今度はその横方向が得意なカートリッジで聴いてみてください。
まあ、この辺はね聞いていただいてもすぐにはお分かりいただけたと思うんですけど、どうしてもやっぱりそのステレオのカートリッジというのはその構造の性格上を右下と左下のそれぞれの得意なカートリッジですから、どうしてもモノラルの信号の全く同一の信号というわけにはいかない。そうするとどうしてもにじみが出ますので音像も少しこう大きくなってしまうんですね。ですけどもそれをその横方向だけに特化したカートリッジで再生すると、輪郭がくっきりとして、でなおかつその音像も肥大化せずに、ピシッとセンターに定位すると。ですからもしもご自宅に1枚でもモノラルレコードをお持ちの方はやっぱり PP モノをぜひ備えていただいた方がよろしいかと思います。はい、もう一つ言いますと角度が要するに横下斜め下と横ですから角度が違う分、結局リニアリティも圧縮されちゃうんですね。横方向の動いた距離のちょうどなんていうんですかね、ルート2分の1になるんですかね。要するに移動距離が圧縮されて再生されますので、ダイナミックレンジも抑えられちゃうんです。勢いが死んじゃうんですね。だからその辺のところを含めてやっぱり、モノラルのレコードにはモノラルのカートリッジというのがやっぱり、一番いいかなと思います。はい、やはりシステムを変えることでバイオリンの、ね、音の力強さ、そうですね、それとやっぱり弾き始めた時 のアタック感、弓と弦が引っかかってこうクッてこう音がね出ていくところ、まあ、そこがねやはりうまい奏者とそうじゃない音の差は、音が出る一瞬 の立ち上がるところ の速度と音圧にあるんですけど、やっぱりシステムを変えることによってどんどんやっぱり演奏がね深みを増していくっていうのはすごくよく分かったんじゃないかなと思います。で今社長が言われたところが結局そのトランスの開発にあたっても一番留意したところで、どこまでローレベルのリニアリティを確保するか、どこまで立ち上がりのスピードをしっかりと確保するかというところですね。でこの辺は設計をしてても測定で分かる範疇ではないんですね、残念ながら。でこの辺はもう耳で、IC なんかでも最近スルーレートっていうのでね、どれだけ短いタイミングで音が立ち上がっていくかっていう測定データがありますけど、聴感とは全く関係ないですね。そうなんですよ、スルーレート、でね、エンジニアはどうかするとスルーレートが例えば 100V から 150V になったら 1.5 倍になったからいいですよと。だけど本当はそんなレベルじゃ全然音楽聴くためには足りないという、そこのね関係性が証明されてないのに数字だけ言っても一人歩きさせてもダメなんですね。やっぱりですからやっぱりその測定結果と同時にやっぱり耳で聴くと、音楽を聴くということがやっぱり非常に大事な重要なポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。そういうところにおいてね、今日はCD プレーヤーをエアボーのもの1個入れてますけど、これレコードフェーズメーションのシステムで聴いた時と音色が一緒でしょ。今のシゲティのバイオリンでも全く同じバイオリン、同じ奏者が弾いてるっていうイメージは一切揺らがない。これはやはり非常に聴感でどちらも突き詰めて作られていて、それがやはり正しい方向にね言ってるっていうね証なんじゃないかなというふうにすごく思いますね。大抵ね CD とレコードを聴き比べると音色が違うんですよ。でも今回音色がもうこの非常に安定してるっていうのはね、終始僕も驚きですね。その辺が本当に、ね、社長のおっしゃる通りで、僕なんかが一番怖いのはどうしてもやっぱり設計して作っている段階、途中段階っていうのはよその人にそれいちいち音をこれでどうだって聞けないんで、自分でやっていかなきゃいけない、自分で音をある程度決めていかなきゃいけない。その時に独りよがりにならないかということをですね、やっぱり常に意識しなきゃいけないんで、要するに自分の耳のをやっぱり常にこう刺激しておくということもやっぱり必要なのかなというのはやっぱり改めて最近思いますね。
今度はね、材料スティービーワンダーですね、80年代半ばですか、85年、ですから多分ものはあのデジタル録音かもしれませんけども、あの正しい作り方、作り込みは非常に丁寧に作られている時代ですから、80年代というのは、まあ、そういう意味で、レコードにしてもその良さというのはしっかり出るんじゃないかなと思います。でこれも CD で最初に聴いていただいて、その後、同じように LP で、また音の違いを楽しんでいただきたいと思います。線を使ったレコードプレイヤーのシステムで、パートタイムラバーを聴いていきます。T2000 を使って聞いていきましょう。
比較視聴というところはまあこの辺にさせていただきますけども、 ある程度まあその良さというのはご理解いただけたんじゃないかなと思います。とにかく、ノイズに埋もれるまでの本当に音楽信号というのはそこまで大事にしないと本当の意味での広がり感だとか空間、細かい楽器や声のニュアンスというのはやっぱり出てこないということですね。そこをおろそかにしちゃいけないということがやっぱり今回こういうトランスを改めてやってみてしみじみ我々も考えさせられました。まあ、同時にアナログ LP の情報量の豊富さですね、ハイレゾンになって、まあ、いずれどっかで逆転されるのかもしれませんけども、なかなかまだまだそう簡単にはそのハイレゾンだからといって、逆転はされないんじゃないかなと思ってます。ですからまあ、そういう意味で言うと、今の時代、さっきも言いましたけど2002年頃っていうのは正直言うと CD しかなかった。で今はまあ、CD も、まあ、ある程度作られてます、日本では作られてますし、ハイレゾがあり、それからストリーミングがあり、
で、LP もまた復活してきたということで言うと、まあ、オーディオの好きの我々にとっては、まあ、いい時代かなと。いろんなソースがたくさんあるというのはね、悪いことじゃないですよね。いい時代になったかなという気はします。で、まあ、今日ですね、このマンガーの P1 というスピーカーとこう CLT5 というのを使ってるんですけど、これを今回の主張に持ってきたというのは一つ大きな理由があります。この、今聞いていただいたように、このフェーズメーションのアンプっていうのはトランスとか真空管ね、今の技術で言うと、まあ、どちらかというと立ち上がりが悪いようなね、特に真空管なんかは音がとろいように、鋭い音が出ないように、特にシングルなんていうのはやはり上がこうピシッと出にくいところがあるんですけども、聞いていただいたも全然違いますよね。で、だから真空管アンプが音がとろいって言われてるのはトランスが悪いからであって、あるいは設計が悪いからであって、いい設計をすれば真空管アンプであっても人間が必要とするカット特性っていうかね、音の変化っていうのは十分得られるし、逆に真空管の方がですね、トランジスタよりも人間が嫌だと感じる歪みが少ない分、音が透明感が高いとか、音が重なったところで濁りが少ないとか、そういう良さはたくさん持ってます。で、レコードに関してもやはり重要なのはレコードの溝はですね、こう角が立ってるんですけどね、先ほどのバイオリンの説明でも同じように、要はその角に引っかかった針のですね、こうカチッっていうチッっていうね、立ち上がりがですね、そのままスピーカーからねきちっと出せるかどうかなんですよね。これがきちっと出てこないと、なまった上がなまった丸い音になっちゃうんで、そうするとなんかこう響きはいいけど、やっぱりこう切れ込みとか鋭さ、低音の力強さではやっぱりデジタルにかなわないかなっていうようなことになるんですけど、まあ今日はそういうことはないと思います。で、このマンガの P は見ていただいて分かりますように、平面のユニットを使ってますよね。で、 CLT5 もこれ平面のユニットを使ってます。これは重要なのはやはり音が立ち上がった瞬間の時間遅れっていうのをなく、その音波の変化を耳に届けたいということをマンガーも非常に考えて作ってるし、 CLT5 もそうなんですね。で、これ組み合わせるとですね、非常に相性がいいんです。楽器っていうのはシンバルとかバイオリンも含め高音が出るときは往復運動してないんですよね。さざ波のように動きます。なので戻るっていう概念がないんですよね。こうずっとこうさざ波のようにこう空気を圧縮していくので、非常に高い速度で空気を圧縮する。金属中の音速っていうのは秒速 1000m に達しますから、マッハ3近い 2.5 近い速度で金属は振動しますから、やはりそれで非常に高速で急激な圧縮を起こすと。ところがスピーカーはピストンモーションで前後に動くので、そこまで速い圧縮を起こせないんじゃないかということで、これは周波数特性とは関係なく楽器の原理に基づいて作ったのが CLT5 ですね。で、これはカーボンの振動板を、シンバルと同じようにですね、振動こう波動モーションさざ波を打つように振動させることによって、通常のスピーカーでは出にくい高速で強力な圧縮の音波を発生するように作った装置、まあ、これを平面スピーカーの P1 に組み合わせるとですね、非常に相性がいいんですね。で、これで今聞いていただいたスティービーワンダーのね、このままのシステムで一度 CLT5 を外して、その後つけてどれぐらい違うかっていうのを聞いていただこうと思います。CLT5 を外したマンガー P1 の素の音を聞いていただこうと思います。ではね、CLT5 をつけて同じところを聞いていこうと思います。
もね、あの今聞いていただいてもうあのフルレンジスピーカーが 2A になったぐらいね、レンジ感が変わる。で実際には、ね、これマンガの能率ってね、80デシ後半だと思うので、 CLD5 の能率ってね70デシ前半なんで、もうほとんど下のスピーカーから比べると鳴ってないに等しい音量なんですね。なので F 特にも影響を与えないし、マンガ P1 の音色を変えることがない。だからこれはまあ特許取ってませんけど、これもあの面倒くさくて、非常にこれはあの発明品だと僕は思っててね、おすすめしたい。で今回この CLT5 っていうのは17万だったんですけど、もうほぼ10万安い CLT5S ね、ペアで7万8千円っていうのを作ったので、まあ、それはあの強くおすすめしたいですね。あのスピーカーのね、音色に影響を与えないので、本当にこう足らないあの切れ込みの部分とかを出してくれるので、ね、あの非常にいいと思います。まあ、CLT5 の説明はこれで終わって、まあここで休憩挟むんですけども、このままね、やってしまいましょうかね。はい、ではまた斉藤さんよろしくお願いします。はい、で、またフェーズ名称に戻りますけど、ブランド立ち上げたのが2002年だというお話させていただいたんですけども、その時にそれ以来うちの会長が、うちのホームページのコラムにも何度も書いてるんですけども、とにかくステレオ装置でスピーカーが2本あって、で求めたのは音の鮮度とステージ感だと、とにかくこの2つを何とかしっかりとやりたいという、まあ、思いからスタートしたんですけども、幸いなことに私も昔から真空管を使って、で若い頃からクラシックを中心に聴いてきた関係もあって、やっぱり会長の考え方には同調できるところがありましてね、そんなにその方向性がずれてないんで、まあ、そういう意味では私も仕事がやりやすいという環境にはあるんですけども、そんな中で私自身はこの16年のフェーズメーションの中で、後半の8年ぐらいなんですね。でそれ以前は約30年ちょっとになりますか、カーオーディオの方の設計の方に携わってまして、で2002年から6年ほどドイツのカーメーカーの純正のカーオーディオの設計のお手伝いで、向こうに駐在してたんですね。で向こうに移って、最初にびっくりしたのは、とにかく家の周りは教会だらけ でその教会行くと必ず大小、まあ、いろいろありますけども、パイプオルガンがある。で週末になるとコンサートやってるんですね、やっぱり。で、行くと座ってるとね、教会ですからそんなにその入場料云々とかっていう細かいこと言う人があまりいなくて、座ってると音楽が聞こえて始まって、でいずれそのカゴが回ってくるんで、カゴに2ユーロとか5ユーロとか自分の好きな金額入れるという方式なんですけど、要は日本だったら公民館でリサイタルやるとピアノ伴奏で、ソプラノとかっていうのがあるんですけど、向こうは伴奏楽器がパイプオルガンなんですね。で、それでソプラノだったりトランペットだったりフルートだったり、そういう組み合わせの小さなコンサートがもう数限りなくいろんな教会でやられてるんですね。まあ、一種のカルチャーショックと言いますか、日本ではまずないそういう音楽機会、聞く機会が豊富にあるというのは本当にびっくりしました。で、そういう音楽を見つけたんで買ったんですけども、これはですね、プロプリウスというカンターテドミノっていうレコードで有名なレベルですけども、これスウェーデンのレベルですから、録音はここのプロプリウス の録音は全てストックホルムのどっかの教会でやってるんですね。でこれはそこの教会に据え付けのパイプオルガンとサキソフォンの2つの楽器での演奏で、その教会の中のその石造りの広い空間の響きを非常に大切にきれいに撮ったレコードになってます。で、これから聴いていただきますのはデューク・エリントンが作曲したジャズの商品の1曲を聴いていただきます。ここでそういうね空間が再現されるとまではまあちょっとは無理がありますけども、その響きの面白さですねをちょっと一度聞いてみてください。
今日使ってるあのフェーズメーションの機材についてもうちょっとだけ説明させていただきたいんですけど、このイコライザー、中段にあります。でこれが LR 独立筐体で、その下に、電源が、黒いボックスですね、これが電源ですから3筐体で1セットなんですね。で下の電源は上のそれぞれの LR のシャーシーに独立して電源を入れようとすると電源が非常に小さくなってしまうものですから、それよりも大きなトランスをしっかりしたトランスで、それぞれからその大きなトランスからチョークを別々に返してそれぞれのシャーシーに入れた方がいいという考えで3筐体になっています。でプリアンプはこの CA1000番、これも下の2つが LR 独立したアンプ部分なんですね。アンプと中に、アテネーターが入ってます。でアテネーターは当社特許のパッシブアテネーターが、48個のリレーを使って、制御されています。で上にあるのが、マイコンの制御部分と、下の真空管の増幅部分に対する電源ですね。ここもですからあの黒い箱と同じぐらいの強力な電源がそこに入ってます。でこうやって3つに分けたのは、まずこの他のも含めてそうですけど、アンプ部分を全部 LR 分けてるんですね。でこれは徹底してクロストークを下げたい。クロストークというのはたとえほんのわずかでも漏れてくればこれはもうノイズにしかならない。ノイズっていうのはさっきから言ってますけども、そういう細かい音を殺してしまうので、できるだけ排除したいということですね。で、このプリアンプに関して言うと、もう一つは、デジタルの信号というかデジタルの回路というのがもうそのものが常に 5V で上下に振ってますから、そのノイズの塊なんですね。ですからそのノイズの塊を、非常に小さい信号を扱うアンプ部分と同居させたくないと。で、音楽聞いてこの、つまみとかボタンいじってない時っていうのはマイコンは速やかにスリープしてますから、上下を必要な時には通信しますけども、音楽聴いてる時には一切の通信もしない。したがってデジタルノイズの混入もないということで、パワーアンプに至るまで LR 独立してると。これがもう圧倒的にその空間を表現するということに、まあ、寄与しているかなと思います。というところで、もう一曲ちょっと今度は一時期流行りました、まだデジタル録音が始まる前ですね、ダイレクトディスクっていうやつですね、演奏している横でカッティングマシンを回してカッティングするというレコードですね。やっぱり、ハイレゾとは違いますけども、これも一種のハイレゾかなと、アナログ LP におけるハイレゾかなと思いますけど、その良さが実に出た生き生きとした音楽が聴けるレコードだと思います。ちょっと聴いてみてください。これはですね、キャロル・スローンのボーカルで、ローランド・ハナンのピアノとジョージ・ムラーツのベースというトリオですね、変則のドラムレスのトリオですね。ハニーサクルローズを聴いてください。Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. All the flowers droop inside when you're passing by. I know the reason. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just got to touch my cup. You're my sugar.I love it when you stir me up on the avenue. The people look at you and me together. I know why they do. You are a confection, honeysuckle rose. Every honeybee is gonna fill with jealousy when they see you out with me. Oh, well, the flowers droop and sigh when you and I are dancing by.And I know the reason, I know the reason, I know the reason. Don't buy sugar, cause you just gotta touch my cup.
You are my sugar, and I love it when you stir me up. On the avenue, all the people look at you and me together, and I know just what they do. You are the money. やっぱり音の鮮度というのがやっぱり大事だなというのをつくづくと思いますね。私の方のお話はまあこの辺にまでにさせていただいて、あと、少し清原社長さんの方から、聞いていただきたい。はい。ではね、まず CD とね、デジタルとアナログ、最近やはりレコードがブームということで。新譜がですね CD あるいはダウンロードと同時にですねレコードでも発売されるっていうことが結構多くなってきました。なのでですね、実際にCD とレコードがですねどれぐらい音が違うのかというのをですね、まあエアボのこの TL3 3.0 アナログと DA3 アナログのセパレート CD システムとこのフェーズメーションのですねフラグシップモデルのアナログシステムで聴き比べてみようと思います。1曲目はですね、まずこれはすごく売れたアルバムですね、ノラ・ジョーンズさんの Come Away With Me ですね、これの1曲目 Don't Know Why ですね、これを CD で聴いた後レコードで聴いてみようと思います。ではまず CD から聴いてみます。Catching teardrops.
ね、同じ曲をレコードで聴いてみようと思います。変えてね、同じ聴き比べをやってみようと思います。次はですね、あのシンガーズアンリミテッドっていうね、あの女性1人男性3人のですね、アカペラのグループですね。この人たちのザ・シンガーズアンリミテッドアカペラというアルバムのですね、1曲目ボースサイズナウですね、これを CD で聴いた後レコードで聴いてみようと思います。
それではね、レコードで同じ曲を聴いてみましょう。まあね、ノラ・ジョーンズの CD とレコードって音の差がねほとんどなかっただけではなく、レコードにしたら嫌な歪みとかノイズが入ってね、CD の方が良かったぐらいですよね。で、まあ、これはどういうことかというとですね、まずレコーディングっていうことから考えないといけないんですけど、まず録音しようとする対象ですね、これが例えば僕がギターを弾いて歌ってるのと、まあ、めちゃめちゃプロがギターを弾いて歌ってるのだと、これもともと音源の質が全く違います。だからまず演奏が上手であること、これが大前提です。そして使われている楽器の音がいいということですね。でも楽器もですね、同じギブソンギターを下手くそが弾くのと上手いの人が弾くのでは全然同じ楽器でも鳴り方が違うので、やはりいい音で行われた、そして内容のある演奏を録音しているかどうかということが、まずこれが一番大事ですね。次に使われているマイクの質とか、まあ録音の機材の質があるんですけど、そこでもともとあった情報が100として録音したらどうしても減るんですけど、それがどの程度減ってしまうか。でノラ・ジョーンズの音が良くならなかったのは、このレコーディングとマスタリングの段階で相当音が減っちゃってるんです。まあ劣化してるというか欠落してるというかね。でも欠落してしまった音はですね、大きいお皿に盛ったところで結局欠落した音でしか聞こえないということで、で、後で聞いていただいたシンガーズ&リミテッドのアカペラっていうのは、これは編集も割と少なく、非常に質の高いアナログのマスターテープから CD が作られてレコードが作られてる。どちらかというとレコードがあって後で CD が出たもの。だからやはりアナログ時代のレコーディングでは上手にやると欠落が少ない。
でデジタルじゃデジタルは欠落が多いのかというと、まあ、このノラ・ジョーンズの CD 自体がですね、ヘッドホンステレオとかカーステレオとか決して、いい音ではない、劣悪な環境でいい音で聞こえるように作られたために、もともとある程度こう音の数を減らしているというね、そういうことをわざとやってるということがあるので、これはもともとの音源がすごくいいものを CD 用に欠落さし、CD 用に編集してですね、マスタリングしたものがあって、もともとの録音のものがあって、そこからレコードが作られてたらよかったんですけど、多分 CD 用にマスタリングされた、もう圧縮とかコンプとかねかけられたものからレコードが作られるとこのようなことが起きるので、やはりCD とレコードを比較するときとか、レコードを購入するときとか、やっぱりそういう部分に注意していただくことも必要かなというふうに思います。で、次はですね、僕が持っているレコードの中で、最も音がいいLP を今から聞いていただこうと思います。カントリーなんですけどね、これはシェフィールドラボが作ったレコードで、ダイレクトカッティングっていう編集をせずにマイクが拾った音をそのままレコードに記録していくという方法で作られています。でなおかつこれレコードはプラスチックの板をですね、こうスタンパーっていうね、グッとプレスして型をつけていくんですけど、これもやっていくとですね、プレスの型がなまっていてレコードの音が悪くなると、なので初版が高くてっていうふうに言われてるんですけど、シェフィールドのこの辺のレコードになると、もう1枚 の、 スタンパーで何枚プレスするって決まってるので、もうプレスされたものについては、その最初のものから最後のものまで、一定水準の音が保証されているというようなレコードになります。これでですね、カントリーの曲なんですけどね、1曲目のですね、ごめんなさい、1曲目の、ですね、まずこれラリー・マックニーリコンフィディレーションというちょっとね難しい名前です。1曲目、ライザ・ジェーンという曲と、2曲目のスワローという曲をね続けて聴いていこうと思うんですけど、これダイレクトカッティングなんで1曲目と2曲目の間が無音じゃなくてちょっとね打ち合わせとかね楽器のチューニングとかのね雰囲気も入ってるんで、その辺も味わいながら聴いていただければと思います。Oh, little Liza, little Liza Jane. Oh, little Liza, little Liza Jane. Thank you.
非常にこう生々しくね、あのライブ感抜群のこのレコードですね。これはね、割とそんなに古くないと思いますね。これは書いてるかな、ちょっと待ってね。だいたいね、E録音は1980年ぐらいですよね。うん、これはメースさん扱いですよね。メースって書いてある。メース坂本君知ってるかな。あ、書いてます。1977年。もうだから大体それぐらいがあのアナログの最盛期ですよね。最盛期を迎えて CD に切り替わるっていう、なんかこうね、感慨深いものがありますけど、すごく良くなったのに CD になっちゃったっていう。で、それが CD の方がいいって言われてレコードが駆逐されたっていう。で、またそれが今ね復活してるっていう。で、まああの。あの先ほどからちょっとその録音とね、再生機、それからこうあのレコード CD のデジタルアナログの違いについてお話してるんですけど、芸術の定義っていうことをね、僕すごく考えてて、例えば生演奏を記録するときにどうしてもあの情報は減ってしまうわけですよね。じゃ減ったらあの伝えようとするものが伝わらなくなったり伝わりにくくなったりするかというと、僕は決してそうではないと思うんです。例えばあの例え話でよくするんですけど、人物を最高のカメラで写真に撮った場合と、チャコールペンシルのようなあのものでですね、白モノクロでですね、あの巨匠がですねその人の似顔絵を描いた場合、どちらがこう伝わるかと。似顔絵はあの完全にこう色もないし取捨選択が行われているにもかかわらず、その人の本質がより伝わると。ということは、人間が何らかの情報に取捨選択を加えることによって芸術性は深まると思うんですね。なのであの音楽もレコーディング、そしてプレイバックっていう過程で上手に取捨選択が行われれば、生演奏よりも味わいは深まるということがあって、僕はいいと思います。ありえると思います。で、先ほどあのノラ・ジョーンズのがあの随分欠落してて音が悪いと言いましたけど、じゃ あの実写の映画と機種車あのかなり いろんなものが省略されたアニメとどちらがいいかということになるんですよね。じゃあ実写が絶対良くてアニメはくだらないのかって、これもそうじゃないです。なので圧縮してしまった音楽は全部悪いのかというと、それも違うと思うんですね。ここら辺がやはりどうしてもあのオーディオっていうと音が良くないといけないとか、全部あのいいものじゃないと伝わってこないんだなんて、あのどこかのメーカーがね、今テレビでハイレゾじゃないと伝わらないとか意味のわからないこと言ってますけど、そうではなくて、あの取捨選択を上手に行うっていうことが大事なので、もちろんクオリティのいいのに僕らは憧れますけど、決してクオリティが劣るからといって音楽性が劣るということはないと思います。だからラジオでも僕らは感動できるし、まあそこがね、あのオーディオのなかなかこう奥深くて楽しいとこなんじゃないかなと思います。じゃあ最後なんですけどね、あの、レコードにもね、あのハイレゾみたいなレコードがあります。これどういうものかというと、普通 LP っていうのは33回転3分の1で A 面 B 面両方合わせてだいたい45分ぐらい、片面に二十数分なんですけど、これ同じ大きさで片面に十数分しか録音せずに しないことにして、回転数を45回転に上げたものがあります、ね、あの巨大なあのものなんですけど、これでですね、あの佐野元春さんの、ね、クリスマス曲、聖なるように口笛吹いてというあのレコードがあるので、まあ、これを聞いてみようと思うんですけど、まず線速度が上がったことによってダイナミックレンジと周波数特性が良くなります。でさらに、45回転に上げて、時間を短くしたことによって、レコードの溝と溝の間の幅が少し広くできると思うんです。そうすると例えば幅が狭いところにいっぱい溝を掘っていくとですね、その溝と溝の幅が狭いとどうしても溝を針がトレースした時に溝が歪んで見えますよね、隣との距離が近いと。
でまたあのでもそれが少し隣との距離が広いだけで、あの溝が歪まずに歪みが少なくなりますね。そういう意味合いで、まあレコードのハイレゾ級なんですけど、EP っていうのかな、これなんていうのかな、大きい大きい、な EP じゃないですね、 EP は穴開いてるやつですね。あの今45回転の LP でもないですね、なんていうのかな、これ45回転の LP でいいんじゃないかな、ロングプレイなんですかね、まあまあ45回転のレコードですね、大型レコード、これをちょっと聞いてみようと思います。まあ、今のがね、あのハイレゾ級のレコードですね。これはね、僕 CD 出てないと思いますね。うん、これだから音源がいいんでね、あのハイレゾとかでダウンロードでね、出してくれると結構いい音源だと思うんですけどね。はい、まあ、あのこんな感じで今日のね、あの視聴会を終わろうかなと思うんです。なんか最後に言おうと思って忘れちゃいました。割り込んで。まあ、あのまだ暑いと思いますから、もう5時ですけどまだちょっと暑いと思うんでね、あのゆっくりあの体冷やしながら帰っていただけたらと思います。どうも今日はありがとうございました。あ、思い出しました、何をと思った、あのこれあの MA1500 ですけど、これ300B のシングルの 10W でこれだけの音が出ますから、だからまあ最近あの推奨アンプ出力ってすぐあの数百ワットクラスのものを推奨してますけど、結構あの10ワットでもあの家庭だったら十分なりますので、低音も十分出ますし、ということを最後に言おうと思ってました。はい、どうもありがとうございました。また一つよろしく。はい。